ココナッツクリームはココナッツミルクに類似し、より水分の少ないものである。違いは主に硬さにあり、ココナッツミルクが液体であるのに対し、ココナッツクリームは濃いペースト状である。ココナッツクリームは料理の材料として使われ、丸赤だが甘くない味がある。ココナッツミルクもまたココナッツクリームの主成分である。ココナッツクリームは以下のようにして作ることができる。 刻んだココナッツと水、または乳を1対1で混ぜ、沸騰するまで煮る。寒冷車で水分が抜けきるまでこし、その水分を集める。集めた水分を冷却し、寝かせる。ココナッツミルクから分離して浮いてきた液体ではないものがココナッツクリームである。クリームオブココナッツはデザートやピニャコラーダのような飲料に使われる甘くしたココナッツクリームである。 クリームオブココナッツはまた、ベトナム、カンボジア、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシアのような東南アジアの国々を起源とする、幅広いデザートの主原料でもある。ココナッツバターは少し脱水したココナッツの果肉を圧搾したブロックであり、老状の塊で販売されている。ありがとうございます。